はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでーす。今回はモンスターストライク、プレイしていきましょう。私が FB37 です。この私がバースデーを本当に祝うと噂されている誕生日マンキックンマックスです。アラモットでーす。ミオでーす。はい、というわけでね、今キックンが言った通りモンスターストライクもですね3周年記念ですよ。いかがですか、もう3年経ってんですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうおめでとう。最初の方はねレチリをねアホみたいに集める作業でね僕らもうすごい頑張ってましたけども、今なんか懐かしいな、初めて10分ぐらいで手に入りますからね確かに。いやでもやっぱそういう措置はするべきだよね。まあまあもちろん ね、初心者さんのために、うん、まあというわけでですね今回ですね、バースデーが降臨しておりますので、うん、3周年記念クエスト、プレイしていきましょう。あいや、はい、というわけで早速バースデー攻略していきましょう、うん、ですねなんか今回ねなんつうかな1年記念モンスターの割にはうん、難易度が簡単なので。そうなの？そうそうそう、前回さキューベレーとかめっちゃ難しかったです。あいつ1年モンスターだったから、まあ、そう、それに比べれば結構簡単なので、うん、でギミックはダメウォーとねレーザーバリアだけだし、なので、うん、今回運極4人衆で来てみました。わーパチパチパチー、4人だ、運極4人だ。先生何、先生何、どうしてもそうとは思えない人がいます。一人だけ、確かにそんな人いるかな。あれあれ、いや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 、全員運極ですよこれは。いや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 、ちょっと待って、冷静に考えたらおかしい気がするんですけど、違いますか。みんなみんな見て見て見て、チーターいる、チーターいる、みんなほら本当だ、チーターいる。ルースは運極みがいるよ。何の話、チーターだ、チーター。いやいや違うって、チーターじゃないよ、お金かけただけだから俺が取り絞って作ったんだよ詳しくは僕らのルシファーの運極会をご覧ください。でまあバースデーに関してですけども、意外に雑魚の攻撃力が高いんですよ、うん、特にね海竜がいるでしょ、ね、海竜、あ海竜今やられちゃいました。海竜？海竜はいねえ。海竜は行ってはいけないんじゃないの？海竜とスリッピーがいるでしょ。うわぁ二段重ね来たまあスリッピーも思いますね。スリッピーはですね、ボスとかで、そう、雑魚の HP をどんどこ回復しまくって、うん、で、海竜はですね、結構威力の高い城爆発をしてる。スリッピー来た、スリッピー来た、ほらまた来た、スリッピーこれは次のステージ来たら、もういいね、スリッピー、いいね、スリッピー撃墜完了なのでちょっとね、そこら辺を考えなきゃね、運極4人だとまあうちらの腕では危ういのでちょっと頑張っていきましょう。いやでもルシファーがいるから、ルシファーさんね位置取り重要ですからね、お願いします。無理、チートするんだったらワンパンチートでも持ってこいよそうだな、大丈夫、運極になったからにはなんかしんないけど強くなった気でいるから性能は変わらんから。いや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 、不思議な力があるから、不思議な力よし、くぞ、頼んだぞ。あいつらが攻撃してきそうになったら上の方に行くのは避けた方がいいな。まあでも大丈夫だと思う。ルシファーに当ててれば終わるって。ああそうだね、あんまり上の方に行きすぎずルシファーに、うん、我らの味方ルシファーさん、運極みおい、行ったぞ上にまあまあ、うわ痛いんすよね、うっそ痛っ。あの緑の化け物マジ何なんだよ。いやこいつ回復させまくるから厄介なんだよね。あいつ倒しきれんか、倒せばよかった、生き残る。 HP は30万ぐらいあるからね、自らも回復するとか、マジあいつ 何者いいぞ、何の光、何の光倒せねえ、スリッピー勝てえな。うわ2体目現れた
最低。スリッピー一体倒せ。お、スリッピー間カンカン。お、いいね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 、素晴らしい。お、やるね。チート素晴らしいね。チートじゃねえ。チータスだ。チータス？チータスじゃないよね。チータスじゃなかった？うん、チータス。ごめんね。ごめんね。謝られても。ハート出ないかな。早く倒せ。剣の舞はキックンが取ってほしいから左のやつ。そうやって取るやついるんだよな。でも倒しそうだけどこれ。先に倒すか。ハート出た。ハート取るわ。そうだね。もう倒してもおかしくない。あ、倒しちゃうかも。あ、あ、大丈夫。いいね、残った。おお。よし、取っちゃって倒してください。はいよー。お、先輩、ハートも出ましたよ。ハートもお願いしますよ。わかったよ。ルシファー先輩お願いします。おい、さすが先輩。ほら、チートってすげえな。運極にするには苦労するぐらいの鍛錬が必要だからな。いやいやいや。コメントにも書かれてたで、札束ぶっこんだだけだろみたいな。別に間違い、その通りなんだけど悲しいよ。ぶっこんだだけってだけじゃないか。失ったものはでかいからお前らにはできない、だが俺にはできる、だからすごい。いやいや、みんなも超頑張ればできるけど、頑張ればって言ったらおかしいけど。それ自爆フラグや。やる人がいないだけで。よし、やっちまえ。全てを捨てればできる。キックは全てを捨てたから。俺は全てを捨てた。本当に全てをかけた。そう、別にもう何言われてもいいから。買いたい車とかあったろう。車ね、今になって欲しいの出てきたんですよ。前まで全然興味なかったのに。さあ、おー、でもいいですよ、調子いいです。なかなかこのパーティー悪くない。そうだ、うわ、また来た、あいつ爆発持ちのね。あー、あー、ルシファーに当てろ。ルシファーに当たってって、倒せるかな。倒せ。微妙なところで。先足にも当たれば倒せるぞ。あー、倒しきれい。惜しいね。惜しいね。化け物残ったのはきつい。化け物言うなよ。弱点倒しきれ。あ、上行っちゃったな。ルシファー当てて弱点いけば、うん、倒して倒して。ほら、よし、いいぞ。いいね。お、スリッピーも消えた。あ、もう化け物って言われたり、スリッピーって言われたりもめちゃくちゃ。そうだよ、街にやってくるんだよ。全部複製されるから。フォックスに。やめてよ、撃墜したのお前ら。街にやってくんのなんだっけ。ツリンデ。ツリンデ、ツリンデだ。あいつの名前グリンデだよ。あれ、けど去年来たっけ。去年来てない気がする。おー、来てないんだ。恒例行事じゃないでしょ、あいつ。クリスマスに来るんじゃないの、あいつ。いつも2年前は来たんだけどね。クリーンでは街にやってくる。あー、この調子でなんとかね、クリーンでが来る前に倒しちゃいたいんだけどね。そうだね。ルシファー出とけ。欲張んなって。いや、いいだろ。まあまあまあ、いいんじゃない。ほら、釣りに来たぞ。次を配ったらもう殺すから。町にやってきたぞ。あいつ、あいつ倒していい、単体で。倒せる、任せろ。おー、やる。いいね。だから運極にするにはすごい。もういいよ。心の鍛錬が必要だから。よし、お、しかも倒したぞ。いいね。降臨キャラしかいない。あ、ルシファーいる。ルシファーいるからね、なかなか全員 SS は取っておきとかよかった。まあもうここまで来ればもういいですね。確かに。ぶっ放せ。おっしゃ、行くぞ。ぶっ放せ、はい、こいつ。いや、こいつぶっ放さなくていいんじゃん。正直ぶっ放さなくていい。ぶっ放さなくていいよ。うん、全然ぶっ放さなくていい。ぶっ放さなくていい人だ。
さあ次は次ぶっ放せる人覚悟してきてる人、まあ、俺はぶっ放せる人ぶっ放せぶっ放し人だわルシファーに当たりつつぶっ放すそういくいけるかそうもいくえ直線いくあでも直線だと確かにあの弱点に直当たりしないかだから爆発よく分かんないんだよな任せるじゃんそうなんですよねエオちゃんに任せる、うん、よっしゃここだイエーイイエーイまあまあ当たってるあーいいオッケーオッケーオッケー当たった当たったザコさえ倒してるからねおじゃあルシファーさんお願いしますよおチート来ちゃうじゃない来たーいけーいいねー俺たちの思いを届け倒せ倒せおーいない倒せもないもう待ちにやってきたスリッピーが来てももう遅いぜやっちまえパルファデルとかすべて終わらせろ深き海のディスピードのコントロールイエーイいやだって何体落ちるかなそうやねこれちょっと見物ですねこれ結構楽しみだねさあステージクリアすげー出ちゃうんじゃないさあじゃあ見てみましょう今回あれも使ってますからねおおおえなんと 1,2,3,4,5 5体5体まあ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 期待してたほどじゃないですねそうだねそうですね、うん、7体とか超絶でこんぐらい出たら喜ぶけどねまあそれはそうだけど、うん、まあまあまあでも5体ねバイバースデーだバイバースデーだイエーイはいというわけでですね、まあこんな感じで、モンスト3周年目も頑張っていきましょう、はい、我々もそうだいはいというわけで今回はこんな感じで全世界のみんなバイバイチュー